リチャード・ハモンド、リチャード・マーク・ハモンド、リチャード・マーク・ハモンド、1969年12月19日台、は、イギリス、ウェスト・ミッドランズ、ソリフル出身のラジオテレビ司会者。祖父は、バーミンガムで自動車工場の作業員を、父は、遺産相続をする司法的判断を下す職業に就いていた。1980年代半ばに、家族で、ノース・ヨークシャーに転居。 美術大学卒業後、などの地方ラジオ局で司会者業を始める。勤めていたラジオ局はすべて BBC 系列で、トップギアも BBC の番組だが BBC 専属ではなくフリーランスの司会者である。ジェレミー・クラークソンとジェームズ・メイと共に出演している BBC の自動車番組トップギアの共同司会者である。番組が 新シリーズとなった2002年より出演。シリーズ番組の司会者をするのは、これが初めてであり、番組の人気が上昇するとともに無名だったハモンドは、徐々に担当番組が増えていくことになる。ハモンドという名前と低い背丈のため、ハムスターとあだ名が付けられている。自身も気に入っているのか、オフィシャルサイトの URL は、ハムスターの折り、運営、所属する制作プロダクションの社名は、 回し車という名前になっている。また身長をネタにからかわれることも多く、シリーズ12エピソード6では、ゲストとして登場したボーリス・ジョンソンに、あの小さい人、ザリトル・ワンと呼ばれた。また、シリーズ6エピソード11では、風間康之がドリフト走行する車に同乗した、企画 VTR の際、欧米人よりも相対的に身長が低いとされる、アジア人。 本人の風間よりも、ハモンドの方が低いことが、如実にわかるシーンを、スタジオでピックアップされ、ネタにされた。ただし身長は 170cm あり、共演しているジェレミーが約 195cm、ジェームズが約 183cm とともに高身長なため、相対的に低く見えると述べている。歯が白いこともよくネタにされ、 漂白剤を使ったか使っていないかを番組内の1項目として取り扱うほどである。2006年9月番組内での最高速テスト企画のために Z エンジン搭載車バンパイアに乗り込み速度記録に挑んだ。1度目のトライでは時速350キロ超を記録し2度目のトライではテレメトリーでの計測で時速500キロ超を達成した。 最後となる3度目のトライで、時速が時速 464km、288.3mph に達した瞬間、フロント右側のタイヤがバーストし、制御不能になってしまい、コースアウトの後に横転し、その後銃を舞い、回転しながら進み停止した。救急チームが現場に駆けつけた時には、車体は逆転した状態で草の中に埋まり、ヘルメットは地面をえぐっていた。この、 トライの時点で使用していたコースの撮影許可時間の刻限1時間前であり、目標とする記録に達していなかったのもあり、撮影を焦ったことも事故の一因である。バンパイアは、回一マシンのようにドライバーが露出しており、ヘルメットは装着していたが、ハモンドは頭部に激しいダメージを受けることになった。シートベルトを切られて車体から出された時にハモンドは意識を取り戻し、 腰が痛いと言っている。直ちに、ドクターヘリでに搬送されるが、重体と診断された。ハモンドの回復を待つため、トップギアの新シーズンは放送延期となった。ハモンド自身が、ジェレミーたちに、夏までには番組に戻りたい、一切の変更はしないでほしい、お願いだから騒がないでほしいと語っていたと、シーズン9エピソード1にて、ジェームズとジェレミーが述べている。本来なら、 番組が打ち切られてもおかしくないほどの大事故だったが、打ち切りは免れている。病院には家族、ジェレミー、ジェームズ、番組プロデューサーのアンディが駆けつけ、私たちはハムスターが帰ってくることを祈っているとジェレミーは取材に答えている。この事故によって彼は脳障害と記憶喪失、うつ病、感情表現に障害を負い、精神科に通っていることを明かしている。 この事故後、以前に比べて、やや怒りっぽくなったという。なお、脳障害は徐々に解放に向かっている。2007年1月末に怪我から回復した後に、番組に復帰し、実際の事故映像を挟みながら、状況を自ら解説した。事故映像を見たスタジオの観客は、絶句、しばらくの後、自然に拍手が起きている。ジェレミーとジェームズは、彼は、 ダイアナ皇太子妃になってしまったなど、普段通りの際どいブラックジョークで、ハモンドをからかい攻めたが、最後は最高速度を記録した勇気と大事故から無事に、生還し、番組に帰ってきたことを優しく祝福する。この映像が含まれているシーズン9エピソード1は、ハモンド自身と家族の意向により、日本を含む英国外向け配給元の BBC、ワールドワイドが配給を停止している。 また本国でも再放送をしていない。一連の内容は、辞書、オンザエッジ、マイストーリーにて詳しく書かれている。復帰後も、事故を自分で、ジョークのネタにし、危険なチャレンジに参加している。2015年3月に起きた、ジェレミーの暴力騒動が原因で、BBC から契約解除となった。だが、ジェレミー、ジェームズとの関係は続き、amazon.com と、 契約を結び2016年8月頃新番組ザ・グランドツアーグランドツアーを配信することになりそちらで再び自動車番組の司会者として復帰した2017年6月リチャードはグランドツアーのシーズンに撮影中に再び大きな事故に見舞われたスイスでのヒルクライムイベントに参加し電気自動車のスーパーカーリマックコンセプト1 ライマックコンセプト1をドライブ中、土手の上に設けられたコースから外れて転落し、車は大破炎上し黒焦げになった。本人は膝を骨折する重傷を負い、ロケ地からスイスの病院に緊急搬送された。しかし命に別状はなく、事故にあったことを家族に自ら電話で知らせた。さらに、ジェレミー、ジェームズと共に、ホスト役を務める情報サイト、ドレバトライブにも、 僕は死んでないよと題したビデオメッセージを寄せ入院先からファンに向けて無事を報告した。ジェレミーはこの事故の様子を見て今まで見た中で一番ひどい事故だったが信じられないことにそしてありがたいことにリチャードは無事だとツイッターで述べて無事を喜んだ。他にも B スカイ B のスカイ1イで放送されていたの第4シーズンまでナショナルジオグラフィックチャンネル ハイテクのルーツや、イギリスの子供番組、リチャード・ハモンド、スペラストラブ、リチャード・ハモンドの楽しい研究所など数多くの番組で司会者を務める。また、コラムニストとしてもデイリー・ミラーに毎週コラムを書いている。日本へは、トップギアの撮影のほか、英国 BBC 制作による新幹線のドキュメンタリー番組でも来日をしている。 2013年11月に発売されたレーシングシミュレーターのホーザモーターズボート号では彼の解説を聞くことができる。2002年に結婚、二人の娘がいる。住まいはロンドン中心部のアパートメントとヘレフォードシャーの城、後世に建てられた模造との城。城は所有する車を収めるために購入しており、後日のオリバーやポルシェ。 大型バイクなどが何台も収納されている。変色化であり、魚介類は食べることができない。そのため、トップギアの企画で日本やベトナムを訪れた際は、現地の料理が食べられずにいる姿を見ることができる。日本時計ではジェームズに来る国を間違えたな、とまで言われた。また、昆虫恐怖症で番組の企画でボリビアに行った際にそのことを明かしている。 ポルシェ911を愛好しており、トップギアでポルシェの話が持ち上がると、ポルシェを嫌っているジェレミーとはよく口論になる。ベースを弾くことができ、トップギア内で何度か披露している。ジェネシスを嫌っており、中東スペシャル陣にはジェレミーにより、エンジンをかけると同時に、爆音でジェネシスの曲が流れるように仕掛けられた。カーオーディオで操作しても、音量や、 曲変更ができないように仕組まれており、シリアン段ンを常にこの状態で運転する羽めになる。さらに車はオープンカーだったため、周囲から悪目立ちすることになった。ニュースコーナーで話題が出ても嫌そうにしている。番組にヒュンダイジェネシスクーペが登場した際も、ジェレミーにのネタでいじられた。トップギアで激安中古車を用いたチャレンジでは、与えられた車に愛着を持って接し、 名前を付けることも多々ある。で買ったオペルカデットにはオリバーで買ったトヨタランドクルーザー42はドンキーと名付けている。特に気に入った車は自分で引き取って修復、保管する。その中の一台である激安イタリアスーパーカーチャレンジで買った D の208、20 308GT4 がドッキリ番組にこっそり持ち出され、リチャードをゲストに招いての目隠しをして、 縦列駐車スという規格の障害物として本人に内緒で設置された。結果、左のテールランプ周辺に接触し、外装を損傷してしまった。上記のオリバーはアフリカスペシャルの中で何度となく故障。果ては水没までしたがその度に現地修理して復活し、見事チャレンジを完走した。終了後、彼のために9000マイル離れたイギリスのスタジオに持ち込まれており、 後に引き取って保管している。さらに、冠番組である、リチャード・ハモンド、エスブラストラブのセットとしても活用さており、子供が挑戦する、クイズコーナー、オリバー、エスファクツナブで、子供がクイズに正解すると、ライトを点滅させながら、プププ,プーと高音のホーンを鳴らす。不正解の場合は、ブーと、ライトを長く点灯しながら、低音のホーンを鳴らす。 またトップギアシーズン12エピソード1のチャレンジ企画、トラック運転手の仕事は簡単なのかで、自身の宝物を後ろに設置して、中高型トラックを坂道発進させる際、初めて、オリーブ 3R3 は E のリート表記であり、オリバーと読めるの、パーソナルプレートをつけたオリバーが登場。壊すことが怖くて、チャレンジをすぐに放棄してしまうほどの出来合いぶりを見せた。 自動車だけでなく、鈴木 GSX1300R ハヤブサなど、多数のオートバイも所有している。オートバイが嫌いなジェレミーには、君が乗ってるブラブーサとか U バイクというたびに、鈴木ハヤブーサだと訂正している。他にも自転車で、ロンドン市内を回ることも好んでいるが、自転車もジェレミーが常に馬鹿にしている乗り物であり、見るたびに引き殺したくなるや、 まともな職について車を買えと言ってやりたいなどと何度も暴言を吐いている。しかしシリーズ18の最初の放送で放映されたイメージ映像ダミーでは天車に乗って番組のテストコースを走っている。自転車好きという点はトップギアのレース企画、車、自転車、鉄道、パワーボートの中で最も早く目的地に着くのは何かで大いに活かされ、 スポーツ自転車を買って、ロンドン市内を駆け抜け、目的地の空港に最初に到着する快挙を成し遂げた。自動車やバイク以外にもヘリコプターの免許を取得しており、トップギアのシリーズ17エピソード5で、建物解体に使えそうな軍用車を探すという、目的措置のけで、イギリス軍の軍用ヘリ、ガゼルを操縦して楽しむ様子が放送された。 自動車番組の司会であるにもかかわらず、カイチには興味がない。トップギアのシーズン17エピソード2で、モナコ GP の存在を知らず困惑する姿が見られる。その一方で、シーズン10エピソード8では、ルノー R25 のドライブに挑戦したこともあり、全くカイチに関する知識がないわけではない。ジェレミーほどではないが、破壊癖や車に相性をつけるほどの愛着ぶり。 いたずら好きで一回りほどしたという年齢差もあってか、ジェレミーとジェームズからは、チンピラ、小僧呼ばわりさている。また、出身地が、イングランド中部の小都市のため、田舎者扱いされることも多い。シリーズ17エピソード6では、トップギアの地方担当賞と言われている。端正な顔立ちのおかげで女性からの人気も高いが、これもかえって嫌がらせのネタにされることがしばしばある。 ハンバーガーしか口にできないマッスルカー好き。海一イイよりナスカーが好きなどから隠れアメリカ人としばしば嫌味を言われる。シリーズ18エピソード2ではナスカーマシンのドライブにも挑戦している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。